はい、オルガンライフです。パソコンのハードディスク、SSD、ストレージ、知らないうちにいっぱいになってないですかね。まあ、この原因、いろいろありますけど、その中の一つ、使ってる人、私たちの始末なんですよね。整理ができてない。まあ、大きなファイル、消したつもりでも、パソコンの中に残ってる。外のハードディスクにコピーしたつもりでも、コピーして削除を忘れてた。そうすると、どんどん溜まってくるんですよね。それ特にホルダーが深いと、どこにあるかわからない。Windows の悪いところ。フォルダーの中の容量はわかるけど、どこにどれだけ容量があるか、それがわからないんですよね。でも安心です。フリーソフトで、ディスクスペースファンというものがあります。これを使えば、どこに大きいファイルがあるか、一発でわかります。ディスクスペースファンを起動。そして調べたいドライブを選ぶ。そうすると、スキャンされます。スキャンが終わると、扇状にファイルが出ます。そこの扇状の面積が一番大きいところ。それが大きなファイルですね。マイドキュメントとか、あと自分で作ったデータフォルダー。そこが大きかったら、あ、なんか無駄なファイルがあるな。そう思って探してください。そして大きい部分を選んだら、右クリックして、場所を開く。そうするとフォルダが出てきます。これで削除するかしないか、外のハードディスクにコピーするか、選んで消してください。これでパソコンの中、スッキリですよ。ディスクスペースファンがなかったら、フォルダを一個一個調べていく。えらい時間かかりますよ。だから時間の節約ですね。パソコン、ファイルがいっぱいあると、動作も遅くなるんですよ。半分ぐらいだったらいいんだけど、9割ぐらいになってくると、遅くなってきます。だからもし8割ぐらいになったら、なんかどかすものないかな。その時に役に立つのがディスクスペースファンです。いいパソコン買った。スリムなパソコン買った。スリムなパソコンほど、ハードディスク、SSD の容量少ない。だから使ってないファイル、速攻で見つけ出して消してください。移動させてください。その時に役立つのがディスクスペースファンです。ぜひ使ってみてください。ということで、バイバイ。